ボクシング日本ウエルター級王座決定戦27日後楽園ホール日本ウエルター級王座決定戦が行われ2021年東京五輪ウガンダ代表で4位のセムジュ・デビッド 31= イコール中日イコールが1位の石脇あそう 25= イコール石田イコールに7回1分55秒 TKO 勝ちして新王者となった。 セムジュは序盤から手数の多さと精度の高さでペースを握り、5回にはパンチで石脇の左目上を切り裂いた。7回もテンポよくパンチを打ち込んでいき、レフェリーストップを呼び込んだ。東京五輪翌年の2022年に母国でプロデビューし、捨てを頼って名古屋の中日ジム入り。五輪の際、日本に好印象を抱いたという。今年3月31日。 名古屋での日本デビュー戦では、元 WBO アジアパシフィックミドル級王者の野島博也、薬師寺、を判定3対0で破って日本ランキング入りしていた。アフリカ魂で勝つ、という前日26日の言葉通り、日本2戦目で早くも体感したセムジュは神様に感謝します。とても嬉しいと喜び、ここでは止まらない、もっと上に行くとジャパニーズドリームを目指していた。